2021年7月現在、世界中でロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2がアメリカの同盟国や友好国を中心に調達が進められていて、その市場をすでに独占していると言っても過言ではない状態だよ。比較的平和な時代とはいえ、ロッキード社は大儲けだな。軍事力の増強は平和な時代でも需要があるってことだね。むしろ平和な時代だからこそ、今のうちに軍備増強をするんだろうな。どれほど平和な時代が訪れても、兵器がこの世からなくなることはないんだよね。平和は戦争の形態が変化したものでしかないからね。哲学的な意見だな。ちなみにそれは何のアニメのセリフなんだ？それは僕の個人的な意見だよ。何でもかんでもアニメに結びつけるのやめてもらっていいですか？まさかお前からそんなセリフを言われるとはな。さてさて、そろそろ本題に入ろうよ。今回は冒頭の通り、F-35 ライトニング2についてだよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2の製造数は、2020年までに全世界合計で5000機を超えることができると、ロッキード・マーチン社の一人勝ち状態がたびたびとピックに上がるほどだったんだよね。日本の航空自衛隊でも F-35 ライトニング2の通常滑走への使用の A 型を100日、短距離離陸垂直着陸が可能な B 型の40日、合計147機の調達を進められており、世界でも有数の保有国の仲間入りを果たしたぜ。これに並行して日本では F-35 ライトニング2専用施設の設置も実現化されており、愛知県にある三菱重工業の小牧南工業がアジア唯一の FACO と呼ばれる同機の最終組み立てを担う認可を2015年末に取得しているんだよな。FACO が設置されたことにより航空自衛隊の F-35 ライトニング2は最終組み立てを日本国内で行えることになり、アメリカから完成品の輸入という位置づけからさらに、一歩踏み込んだ対応を行えるものとして多数のメディアから注目を集めているよ。さらに三菱重工業の小牧南工場は、この FACO にとどまらず MRO&U と呼ばれるアジア太平洋地域の国際整備拠点としての認可も取得し兼備することとなり、これによって今後必須となる F-35 ライトニング2の重整備を自国内で可能にする体制が万全となっているんだ。F-35 ライトニング2戦闘機は、ベースとなるソフトウェアの更新をしなければ、能力をアップデートさせることができないようになっているため、結局のところ米国思想に基づいたものなんだよね。この戦闘機を持っている限りアメリカの友好国であり犬でもあり、裏切ってしまったらプログラミングをいじられる可能性だってあるということだね。うがった見方をすればそうなるな。ワンワン。当然 F-35 ライトニング2の FACO や MRO&U は軍事機密の巣窟となっている動機を詳細にわたって取り扱うことから、その設置場所や数は極めて制限されており、厳格なアメリカ側の言うことを聞いてくれて認可を得た国のみが持つことができるんだ。日本という国がそれだけアメリカに信頼されているってことにもなるよね。悪く言えばさっき言ったように言いなりとも取れるがな。具体的には FACO は本国アメリカとヨーロッパにはイタリア、そしてアジアとして日本という世界でも3カ所しか現在までのところ認可されておらず、近隣の周辺国もこれら3カ所の工場を得て F-35 ライトニング2を調達しなければならないという規定ができたよ。また MRO&U に関してもこれらアメリカ、イタリア、日本にオーストラリアを加えた世界で4カ所のみとなっており、今後も随時発生してくる F-35 ライトニング2のアップデートをこれらのいずれかで受けることが必須となっているんだ。これらの FACO や MRO&U の工場が今後も増設されるかどうかは未だ不明だが、2020年の新型コロナウイルスの流行以降は軍事予算を転用する国も増えたため、F-35 ライトニング2自体の調達数が減少傾向に転じているという現状だね。そういった経緯から現時点での新拠点工場への増設の可能性は極めて低いと見るのが一般的な解釈だが、そうした流れに政治的な意味合いから逆行する姿勢を明らかにしている国も存在しているぜ。大体想像できるけど、それってどこの国なの？想像通り、それがお隣の韓国であり、同国は2021年3月時点で F-35 ライトニング2の A 型を40機、B 型を20機の最大で60機の調達計画が挙げているけど、最短距離にある日本の MRO&U 工場の利用を拒否する姿勢なんだ。一見友好国のように見える韓国が日本の MRO&U 工場利用に難色を示している理由は、まず同国が戦犯企業と断罪する三菱重工業が運営していることに付け加えて、自国の最新鋭戦闘機を仮想敵国視する国に預けられるわけがないと判断したからだろうね。
あの国は日本に対して変なプライドがあるからね。当の韓国政府としては、国内でも反対世論の声が大きい現状を無視して、日本の MRO& 有効上利用を推進するという決断はできず、従来から費用がかさんでしまうオーストラリアでの実施を機として話を進めていたと見られているよ。2020年7月に NHK が日本の MRO&有効上での F-35 ライトニング2の重整備の対象とされるのは、航空自衛及び在日在韓米軍そして韓国空軍の同期だと報じたことに、即座に韓国が異論を唱えてきたことで明らかになったんだ。しかし韓国も国内世論への影響を考慮したゆえの判断であり、軍事的合理性を著しく欠いているのら理解していても日本の MRO&有効上にだけは、自国の F-35 ライトニング2を持ち込むことができないという意思表示なんだよな。ちなみに韓国が想定するオーストラリアに戦闘機を持っていった場合、ウィリアムズタウンにある MRO&有効上までは約 8500km もの距離があり、航続距離の短い F-35 ライトニング2が到達するのに3日もかかると見積もられるぜ。非合理的が過ぎるよね。まあ日本に持ち込まれて、いろいろ難癖つけられるよりいいけどさ。単純計算で往復には最低でも6日以上の日数が必要となってしまい、軍事的な効率の観点から見てもかなり現実性も低いし、自国の軍事力を一時的にもダウンさせてしまう計画だということが素人目にも明らかな状況となってしまっているよね。このような現状から韓国が自らの費用で自国の F-35 ライトニング2のみの整備拠点の建設をするという、わがままなことを言っているらしいよ。これも非合理的だよな。もし仮に自国に整備拠点を設置したとしても、利用するのら韓国くらいだよ。なんたってすぐそばには我らが日本の整備拠点があるんだからね。こっちの方が安心安全、丁寧な仕事をすることは目に見えているもん。こうなった場合、オーストラリアに設置されている MRO&有効上と同様の仕様で建設すれば、2050年前後までに必要となる金額は約750億円以上になるとも試算されているとも伝えられるのだが、韓国はその条件を飲むことができるのかな？初期費用や付帯費用がかさんでしまうため F-35 ライトニング2機あたりの単価を算出することは困難だが、日本の場合でも約120億円前後かかっており、これで算出すると6機分相当の値段がかかることになるんだ。この金額を高額と見るか妥当と見るかは、最終的には韓国政府が判断を下すしかないが、個人的には北朝鮮や中国に地理的政治的に近い韓国に、そうした選択肢を与えることには疑問しか湧いてこないんだよね。この韓国のわがままをアメリカがどのように汲み取って合意するのか断固として許さないのか行く末が楽しみだよな。お金を積まれたからといって許してしまうアメリカであれば、それはそれで世界的に非難を浴びることになるだろうし、許さなければ韓国の嫌がらせが増えることになるだろうな。一番良いのは韓国がオーストラリアまで往復してお金を落としていって自分の首を絞めて、首が回らなくなって仕方なく日本に依頼するというストーリーになることかな。まあでもさっき言っていたように、難癖や言いがかりをつけられるくらいならお断りだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。